長澤奈々子の初めてのフリースタイル、よー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 。今回はミスターフリースタイル新ペーター先生と一緒に私の自己紹介ラップを考えたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずラップで自己紹介するのに必要なものが3つ。自分の名前、自分の出身、自分が何をしたいか。その3つが入ってればいい自己紹介になると思うんで、まず僕やってみたんでこんな感じです。新ペイタフロムサヤマラップで柔らかくするぜ頭。 I'm the top king, I will king 合わせるラップと手の動き、これができるように、はい、さっきも練習しよう。はい、頑張ります。山形県出身、高校3年生18歳の長澤奈々子、家族は姉と母と父と犬2匹だよ。犬の名前はマロンとチャコ。マロンは年上、チャコとは年下、どっちもメスだよ。イエーイまだまだですね。まだまだでした。まだね、でも山形出身で犬飼ってて家族がいっぱいいるよっていうのは伝わったんで、もっと自分が何を思ってるのか、はい、ラップしてみたら、はい、いいじゃん。頑張ります。頑張って。はい。時間があれば秋葉原に行ってショップに行くよ。AKB のグッズは集めるのが趣味だよ。宮脇さくらちゃん、目が大きくて走り方が変なとこだよ。変だね。変だね。好きな食べ物はだし巻き卵だよ。イエイ。だし巻き卵？はい。だし巻き卵。だし巻き卵。うん、だし巻き卵。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 うんうん。から来たよ。名前は長澤奈々子だよ。上京して不安もあるよ。でも欅で希望が持てたよ。思い出す小学校時代、クラスでも影薄い存在。みんなと仲良くしたかったけどできなくて苦しかった。中学で親友と出会い、一気に広がった気がした世界。真似して初めて履いたスカート、中2でつまんなくなった学校。山形には来なかったスカウト、だから自分で決めたスタート。何度も受けたオーディション、欅でやっと掴むポジション。親に心配かけたし反対されてもなりたかった絶対。みんなに必要とされる存在に、欅で私はなりたい。欅坂46に入って毎日とても楽しいよ。もっとファンの人や家族に恩返しができるように歌もダンスも頑張るよ。これからもっと練習するよ。私の名前は長澤奈々子。好きな食べ物だし巻き卵。